はい、ということで、じゃあ続きからやっていきましょうか。じゃあ今回はバルト・アンデルスとのバトルからのスタートですね。あ、ちょっと待って、よし、じゃあやっていきましょうか。ちょっと待って、合ってるね、オッケー。とりあえず攻撃をしていきますか。まあ、バフをかけながらって感じで。よいしょ、ダッシュアサルト。別の部位攻撃しなきゃいけないとかそういうのはなさそうですね。いや、バルト・アンデルス本当は毎回強いから嫌なんだよな。なんかビシュビシュビシュしてきてるし。おお、ないない、アルテマって何？何ですか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 。うわー、ちょ、怖っ。おお、恐怖すぎるだろう。よし、特にあのレベル上げとかもしてきてないからね、ちょっとこのままいけるかちょっと不安なところもあるんですが、とりあえずブレイクしたいね。お前たちはクリスタルとなり生き延びる。武者に災いを。ところはあるけれども、よし、もうセックスブレイクしそうだったのによ。オッケー、いいぞいいぞいいぞ。よし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 、すげえ。あー、早いなー、ブレーキ切れるの。ちょっと待って、デバフ入れたい。よいしょ、アルテマのタイミングでこの恵みの治癒っていうのを打てば回復間に合いますなって感じやな。よし、もうちょっと、よし、オッケー、デバフが2つ入ったからここから攻めていく。いいよ、お前たちの死の光となるよ。あー、タンク作るの、やっぱりお前それやるんかい。危な、怖い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 。わー、ちょ、待って、おいだったのに、ただ取ったあれで終わってしまった。アルテマでこうやった。イカサクリオバニラがやばい。よし、来るね。これで今4割ぐらいか、エッチだの。半分ぐらい来たの。おお、
無理はしない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 、はぁあぁ私の目覚めに従われ、お前たちは導かれた。もう一回でバフ入れよう。お前たちはクリスタルとなり生き延びる。デバフデバフ入れ、デバフ無理か。ああ。怖い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 。デバフ入んないね。寝てる。お、入った。もう一個、もう一個、よし、オッケー。いいじゃん。あ、グロい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 。オッケー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 。もうタナトくんマジで怖いわ。お前たちの死を光となるのだ。アルテマよりあのタナトスの方が怖いね。よし行こう。よしよしよし。使命を果たせば、お前たちはクリスタルとなり生き延びる。終焉の時は、タナトスがもう一回来る。私の計画に従い、お前たちは導かれた。 あ、ちょっと待って。うわー、ごめんなさい、戻ってきた。いや、なんか警察からだったんだけど警察、あ、でもなんか私が悪いことしたとかそういうわけじゃなくって、なんかね、なんだっけ、なんか今住んでる部屋になんかちゃんと住んでるかみたいな、なんか在宅確認みたいな感じだった。なんか最初怪しいなって思ったんだけど、いや、なんかね、ちゃんと身分証明みたいなのしてくれたから、なんか普通にいろいろ話してって感じで。あー怖っ、ちょ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 、おー、ちょちょ、大丈夫かこれ。あー、よかった。なんか警察の人めっちゃいい人やった。最初怪しい子は大丈夫かなって思ったんだけど、なんか全然、あ、これ本物の警察やなっていう感じやったから、なんか普通にインターホン通して話してたけど。よいしょ。おお、怖い怖い怖い。いや、あとちょっとあとちょっと。いや、なんかびっくりするよな、いきなり来られると。なんかやっぱりなんかね、騒音トラブルみたいなの今多いんだって。なんか、まあ、集合住宅に私も住んでるから、もうなんか怖い思いしたらすぐに警察に電話かけてねっていうの言われて、はいみたいな感じで。なんかそういうお仕事もしてるんやなって思って、なんかなんだろう、在宅確認っていうか、なんかこのなんか住所に人が住んでるかみたいな、なんか最後に確認取れたのが8年前ぐらいでみたいなこと言ってて、で、まあ、その時は私今住んでる家に住んでなかったから。お前たちがクリスタルとなり生き延びろ。なんかいろいろびっくりしたわ。あ、そういうこともしてるんすねみたいな、ご苦労様ですみたいな感じで。なんか普通の警察でなんか無線でなんか会話してたし、なんか、あ、本物やなみたいな、なんか制服もちゃんとほにゃらら警察署っていうのをしてたから。いきなり来ると焦るって。私なんか生活になんか
いきなり話しかけられてっていうのあんまりなくってさ、2回目か3回目ぐらいやったから、おー、一番最初あれやったな、バイトしてて、学生の時バイトしてて、なんか夜帰りが遅くなって、でなんか自転車で、自転車で夜道をキコキコ帰ってる時に警察に声かけられたわ。なんか女性だからっていうので、やっぱ大丈夫ですかみたいな。よし、いけるか。おー、おー、しよう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 。すごー、せっかくブレイクしたのに。怒らせてやろう。すぐにあれでも飛んでくるもんな。ふざけやがってよ。おーっと、よし、あとちょっと、あとちょっと、おお、倒した、ふい、早セーブさせろ、強かったんだから。落ちるしかない。よっしゃー、おっしゃー、ファンゲ、あ、やったな。だね。あれは、あ、クオくん、なに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 、安らぎの前に帰るためにやるのか。怪しく怖い。人は増やせる。壊れなきゃ人は殺せない。救済と殺戮、相反する二つの使命を私は自分でも壊せる前に囚われた。反射しよう。君らによって私は生まれた。ダイス、いや違う、クリスは今日死ぬために産み落とす孤独な気なしも我が名は王を運ぶ。世界の最後で救いを与える。でもこいつ倒したらあれだろ、コクン崩れんだろ。え、いいの？あ、なんかちょっと怖い見た目してんな。ヨムの曲、心ない人だもん。何をするの？あ、怖っ。怖い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 。お、レバー入るね。ちょっと怖いな、一回ちょっと入れるか。ゆっくり M。
っと怖い。いやなんかこれこそなんか FF って感じよな。 FF のボスちょっとなんか不気味なの見た目が。ブレイクブレイクブレイク。あ、しまった。
ね、メンバー変えてきた。ライトさんとホープとファングです、今戦ってるの。あとちょっとなんだよね、もうめっちゃ状態がかかってるし、めっちゃ怖い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 。一回回復入れて、よいしょ、オッケー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 、ここは削ろう削ろう削ろう、どうどうどう、はよ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 、よし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 、お、いけたんじゃない、あー、ようやく勝てた。時間かかるわこれ。はー、え、なに、え、もうこれ終わりでしょ、主がなぜ人を主にするのか考えたことがある、主は皆目的のために作られて力を与えられる、だが人間は違う、何かを願い何かを信じる心の力で限界を乗り越え無限の力を手に入れる、その力を借りだと、ある種は武士を選ぶのか、君たちは何を破る力を手にしているか、あとは使命を全うするのみ、拒めば全て無駄に、悟空の犠牲も、グランパルスの犠牲も、我が神を呼び出せば、必ずや世界は再生され、万物が神の許しを得て、世界は新たに生まれ変わる。ラグナロクとなり、ラグナロク、私の光に導き、やめてくれ、壊れた主に用はない、私がやる、オーファンは私がぶっ壊す、ラグナロク、世界を破滅に導く罪深い君、救済という名の罪を担うか、ああ全部背負ってやる、ダメ、私は大丈夫だから誓いを忘れないで、悟空を守るって一緒に誓ったよ、そのずっと前に誓ってんだ、家族を守るってんだ、ファング、こうするしかねえんだ、やめろ、どいてろ、やけ起こすんじゃねえよ、お前らバニラを傷つけてどうする、一人で背負うな、これが私の使命だ、邪魔すんなら、うわI'm sorry.
って。バッドエンドじゃん。死骸になったってことだよな。みんな目を覚まして。あ、ファングも。あ、滅亡だけが救いをもたらし、絶望だけが奇跡を起こす。新しいクリスタルの神話が始まる。憎しみよ、嘆きを力とせよ。今こそ怒りの火は来たれぬ。うわ、懐かしい。ここ心えぐられたもんな。あー、卒。絶望だけじゃない、みんな守りたいものがあったから。失敗だ。幾度でも繰り返せ。ハングにそれを見させんのか、こいつ。再びラグナロクとなり、神の覚醒を導くがいい。何のつもりだ。絶望が奇跡を起こすってか。
認めてどうするんですか。確かに一度は絶望したさ。みんな、お前ら、ファルシゴナの幻かもな。ファング、すまない。一人で背負わせてしまったな。また同じこと。ここに来るまでのこと、ずっと思い返してたんです。そしたら、その先が見えてきた。みんな楽しそうに笑ってたよ。セラも、姉さんも。新しいビジョンだな。こっちは死にかけてるんだ。無責任な希望だ。けどよ。過ぎた背中を殺された。お前もそこにいたんだ、ファン。だから最後まで一緒だ。ルシの楽園、同じ使命を背負わされた印は同じ運命に立ち向かう証。一緒に交わした誓いの証。もう一回来そうだな、バトル。ヒーローは不滅だ。さあ、国運を守るぞ。滅ぼす力なら、救う力にだってなれる。あんたが最後に破滅を招くなら、僕たちが盾になればいい。みんなの夢を叶えてやろうぜ。希望を、私たちの光に変えて、本当の奇跡を起こそう。奇跡はうちらの得意技だ。今度どんな見た目になるの。歯車。ん、あ、怖っ。え、なんか気持ち悪い。ああ、お前にはできない。なんだ。できると信じないから。お前は生まれた時から諦め、眉にこもって全てを呪い、人に滅ぼされるのを待った。うん、破滅が救いと思うお前は死んでこの世を逃げたいだけだ。望み通り一人で逃げろ。でも私たちは違うんだ。
世界に希望がないのなら見つけ出すまで一緒に探す。救いが失せた国運だろうと守ってここで生きていく、うん、それが私たちの人間の使命だ。おー、ということで、じゃあ今回ここまでだな。じゃあ次回が真のラスボス戦になるのかな。よし、ということで、じゃあ今回ここまでにしておきましょうか。いや、そう、一瞬さ、あのライトさんたち、あれ死骸になったってあって、ライトさんとかホープとか、あのファングとバニラ以外のメンバーだよね。あれでもマジで、え、バッドエンドじゃんってマジで絶望だったんだけど、プレイヤーの私も。なんとかね、あの希望を乱して戻ってきてくれたのは良かったなって感じですね。そう、まあ、いくらね、まあ、このオーファンがよ、自分を滅ぼされるのを待ってるとしてもよ、私たちはね、国運の中で生きてるわけですから、ね、そんな やつらの都合によって国運なんて滅ぼさせはしないですよって感じでね。じゃあ次回もまた国運守れるのかということで、じゃあ次回で終わりになるのかな。ちょっとね、あの最終回が見えてきたんですけれども、はい、やっていこうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。